はい、変わりないです。この間6004ですね。今日はいくつかな、変わらないといいね。おお、6004だ。食べるかなと思ったら首が出ちゃった。はい、この辺に置いとくね。ごめんちゃん、ここ下、ほい、下にあります。いりません、ここに置いとくから検査します。もうちょっと食べるか拾って食べて。緊張してる。まだ病院、ここから病院。ここにまあ、よく食べて、うんちもおしっこもちゃんと毎日、はい、自分でしてるんですね。すみません、以上ありません。まあ診察のはちょっとありますけど、まあまあ規則正しく打ってましたね。はい、目いくよ。これで刺してね。お、綺麗な虫の目は。はい、いちご味ね。一度舐めとこうか。お口の匂いは、ね、お口の匂いがだいぶコントロールされてるね、この子ね。ほとんど今、酔わないですね。いい、まあ、ないとは言わないけど前のこと思ったら全然いいですよ。はい、でお尻やります。肛門腺、おいしい、おいしい、おいしい。これやったら高専照射ね、100の6分、はい、腰足、後ろ足、胸の中が胸の前の腫瘍、はい、口耳全部だ全部だまあ全部なんですけど、まあ、特に腰はやってほしい、ね。はい、じゃあ持ってきて、100の6、はい、じゃあ高専照射してもらおう。あ、食べたのさっきの。はい、どうぞ。おお、食べた。警戒心が警戒してる。食べた。はい、いいよ、食べて。もういい、もういい、食べて。腰の方もまあまあ頑張ってるんですね。自分でちゃんとさ、うんちをしっこしてくれてるわけだね。はい、します。それって結構大事なことですね。そうですね、できんくなってくる子がある。私たちも大変だから。犬にやってくるとお世話がだいぶ難易度が上がってきます。そうですよね。教えるんでしょ、この子って。はい、うんちおしっこ。最近はしおしんどくなりましたね。前まではパンって吠えたから連れてったんですけど、
昨日の時間で。あ、時間でね、予想してね。ちょっと忘れるとしてあります。でも、なんか近づいてくるから、本人は知らせてるんですよ。私たちが気づく。所長の仕事は小さくなってよ。そっか、一回耳臭かったんだね、この子前々回ね。今もう臭くなくなりましたね。前回のその前の時ちょっと耳が匂ってましたけど、もうなくなりましたね、匂いね。はい、でもまだやった方がいいです。そうですね、はい、で、まあ、匂わんくなってきたら前は毎日だと思うんだけど、ね、あの2日に1回にしてもいいですよ、はいはい、予防的なやっといてほしいやつなんで、はい、そういうのをプロアクティブ療法って言って、もうどうしてもいろんなとこ悪くなるじゃないですか、ね、悪くなる前からもやっといた方がいいなと目にしてもそうですよね、うん、もう何にも転換とかしないと絶対悪くなっちゃうからさ、はい、悪くならないようにこうですね、はい、これとこれですね、はいはい、うん、やっといてもらった方がいいですよね、はい、やること多いですけども、はい、下にあります。途中は諦めちゃうことが多いんですけど、上がろうかな、もう上がれる、まあいいや、このままでって途中でそのままそこで寝てる、そこで寝てんのかな、もう諦めちゃう、諦めちゃう、まあでもあんまり登らんほうがいいけど、もうね、腰のことがあるからね、登ったり降りたりは平地はちょっとちょこちょこ歩いといてほしいけど
たい話よ。急にあやります。あ、はい、じゃあ待って、いいね、じゃあ急に行こうか、急にしよう、はい。